マカイロケラトプスは、アメリカ合衆国、ユタ州のグランドステアケースエスカランテ、国立記念公園にある、ワーウィープ類層の地層から発見されたケラトプスか、セントロサウルス赤に属する恐竜の絶滅した族の、一つ。左の臨場骨知られている、唯一の種であるエムクロヌシエムクロノシーは、2016年に、命名、記載された。俗名は古代ギリシャ語のマクヘリスを、 ラテン語化したものと、ラテン語で、角のある顔を意味する、ケラトプスを組み合わせたもので、一体の上がんか角とフリルを装飾する一体の、ホーンレッドが長く湾曲しているという、このケラトプス類の特徴にちなんだ命名となっている。種商名、クロヌシクロノシーは、キリシャ神話の神の一柱で、武器として曲がった刃物を持っているとされるクロノスに、由来する。マカイロケラトプスは、 ホロタイプである NVP2550 のみによって知られている。これは2006年に発見され、ユタ自然史博物館に所蔵されている。この標本は2つの長く湾曲した上目角を備える断片的な頭骨、左の方々根、ね、ほぼ完全だがわずかに変形した脳箱、左の臨場骨、そして独特な装飾を持つ後頭骨で構成される。 復元図2016年、ルンドラによって、最大節約法及びベーズ推定を用いた、マカイロケラトプスのセントロサウルス赤内における位置づけの試験が実施された。最大節約法では、セントロサウルス属、パキリノサウルス属の大部分、そしてアバケラトプス及びナーストケラトプスによって形成されるクレードを内包する、セントロサウルス赤の基盤的位置に、 大きな多文化をもたらす結果となった。ベーズ推定では完全に解決されたトポロジーが得られた。これを以下に示す。ありがとうございます。